皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、風力発電の持つその凄まじいパワーについて、めちゃくちゃ簡単にではあるんですけど、お話ししていきたいと思います。今私のチャンネルでは、こちらの動画にあるように風力発電機を 3D プリンターで作ろうとしてるんですね。まあ前回の動画では発電には成功して LED を光らすことはできたんですけど、じゃあどのくらい発電できるのかといえば、まだまだ全然検討ができてなかったんですね。というわけで、風力発電がどのくらい発電できるのかについて計算ができますので、その試算を行っていきたいと思います。風力発電の発電量の計算方法を見てみて、驚くべきことが分かりましたんで、この後例を出しながらご紹介していきたいと思います。今日は結構物理の話をするんですけど、あ、そこ戻るボタン押さなくていいですよ。もし物理があまり分からない方でも、数値だけを聞いて結構驚くと思いますんで、ぜひ最後まで聞いてみてください。まず風力発電のエネルギー源って一体何だと思いますか？この答えは空気の運動エネルギーですよね。普段生活していて空気に重さがあるってあんまり意識しないですけど、空気にもちゃんと重さがあって風のように空気が流れていれば当然運動エネルギーがありますよね。その空気の運動エネルギーをこういった風車で回転エネルギーに変えて、それを発電機で電気エネルギーに変えているわけですね。ここで運動エネルギーの計算式を覚えているでしょうか？運動エネルギーは2分の1 mv の2乗で表されますよね。 m は質量で v は速度です。次にエネルギーと仕事の関係なんですけど、まあ仕事っていうのはパワーのことですね。 watt っていうんですけど、エネルギーは joule で表されるんですけど、パワーつまり仕事はワットで表されるんですね。ジュールとワットの関係っていうのは、仕事っていうのは単位時間あたりのエネルギーのことなんですね。1秒で1ジュールのエネルギーが起きれば、それは1ワットっていうことになります。ここで風力発電に話を戻しますと、風力発電のパワーワットを計算するのにすごい都合がいいことが起きるんですね。風力発電のパワーってこのような式で表されますよね。この時 M っていうのは空気の重さなんですけど、単位時間あたりの空気の重さを計算するのはすごい簡単なんですね。それはこのプロペラの面積に風の速度をかけて、さらに空気の密度をかけてやれば単位時間あたりの空気の重さになるわけです。空気の比重はだいたい1立方メートルで1キロですから、式がめちゃめちゃ単純になってくるんですね。式はこのようになります。ここで私も初めて気がついたんですけど、 V が3乗になってますよね。これ結構驚愕で、風力のパワーっていうのは風の速度の3乗に比例するってことなんですよね。2乗に比例するとかって結構よくあるんですけど、3乗に比例するってあんまないんで結構びっくりします。3乗ってことは風の速度が2倍になったらパワーは8倍になるってことですよ。すごい倍々ゲームで、ものすごい勢いでパワーが増えていくことになります。ここでサムネイルの値が出てきます。私が作ったこの羽車って直径が約50センチあるんですね。また直径50センチの風車でも風速が速ければものすごい出力になるんですね。例えばカテゴリー5のハリケーンが来た場合、風速75メートルの風が吹いていた場合で計算します。直径50センチ面積のプロペラですら44000ワットもパワーがあります。これがもっと大きい面積、例えば一軒家の屋根ぐらいの面積、約100平米で計算するとなんと2100万ワット、ちょっと多すぎますので馬力に直しても
約2万8000馬力ものパワーになります。そら屋根空飛びますわ。今お話した内容は風の持っている運動エネルギーの話で、実際にプロペラから電力として取り出せる量はもちろんそれより少なくなります。ただどちらにしろ風の強さの惨状に比例することは変わりありません。ここまで来て私の肌感覚として感じたのは、風力発電機って設計がめちゃくちゃ難しいですね。なんといってもパワーが風速の惨状に比例してしまうんで、めちゃくちゃピーキーなんですよね。風の強さが2倍になっただけでパワーが8倍になるんですよ。まあ設計がめちゃめちゃ難しくなるのはなんとなくわかると思います。どのくらいの風を想定しているのかによって全く変わりますよね。少しの風でも発電しようと思ったら、めちゃくちゃ跳ね車を大きくしないといけませんし、その場合ちょっとでも強い風が吹いたらものすごいパワーが出てしまって、羽が壊れたり発電機が壊れたりしてしまいますね。かといって強い風で適正な発電をしようと思ったら、弱い風だと全く発電しないってことになっちゃいますね。まあとにかくピーキーですね。細かい計算は割愛させていただきますけど、今回の発電機はこのような18650とかに充電できればいいなと思っていますんで、そのくらいの発電量でいいとすると、だいたい直径50センチぐらいだったら電池に十分充電できるぐらいの発電量が期待できます。まずはこのぐらいでやってみたいと思います。ただこれにしても強い風が吹いた時はとんでもないパワーになってしまうので、そういう時にどうすればいいのか考えておくのも難しいですね。まあ最初から予想していたことではあるんですけど、やっぱり太陽光とかに比べるとピーキーすぎてかなり筋が悪い感じがします。いや本当に課題が多すぎてちょっと頭痛くなってきますね。まあ特にやばそうなのはやっぱり強風時の対策ですよね。まあ回りすぎて安全性がかなり損なわれることが予想されますんで、この部分はまだちょっとどうしていいかわかんないですね。プロペラの設計についてもめちゃくちゃ課題がまだいっぱい残ってますんで、やることは盛りだくさんですね。ただめげずになんとか取り組んでいきたいと思います。それでは皆さん、さよなら。